Hey you guys こんにちははじめまして久しぶりクリス・モンセンと申します今日もね、本当に渋滞がない街、サンタフェニューメキシコからね、このビデオを届けているんだけど、え何これえこれこれは僕の本だよまだ本読んでない方生き方は選べるっていう本、ねフォレスト出版さんからね、公評販売中で購入していただければ、 ね、嬉しいですっていうことはちょっと置いといてマジ生き方を選んでいくっていうことについて自分の人生を変えていくっていうこと、ね、例えば自分の収入を増やしたい、ね、もっと理想な場所に引っ越ししたいもっといい友達が、ね、あの欲しいとか自分の人生を変えたい、ね、生き方は選べる生き方は選べるよね,ねそれを実際ににやっていくとき 何が絶対現れるかっていうと壁なんだよね。壁なんだよね。僕たちはね、夢に向かって成功していくんだったらなんか富士山を登るみたいな感じなんだよね。やっぱりね、ジャパン、富士山。 ハートには富士山がある。富士山のてっぺんに登っていきたいんだったら、ね、エベレストでもいいんだけど富士山にしよう例えば、ねね、5号目から6号目の間にはこういうのがあるよって、ね、7号目から8号目にはこの壁があるんだよってで絶対僕たちはこの壁に当たってこの壁を乗り越えないと次のレベルにはいけないよって。で これが現実だと僕は思うんだよね。そう思わないだって自分の人生を変えようとしたら絶対壁にぶつかるって思わないね、本当にハワイに向かって飛んでくんだったら嵐に合うよね嵐合うよねじゃこの嵐どうやって乗り越えていくかっていうことでしょうで、僕たちはね、嵐に当たるとき、壁に当たるとき、選択が実は2つあると思うのね。一つは壁だって。嵐だって。ケ、OK、ー。 この壁に向かって、この壁を乗り越えることによって、僕は成長できるんだって。この壁を乗り越えて、この嵐を、嵐のエネルギーを使って、自分の翼の下に、ね、入れて、この空気を入れて、このエネルギーを使って、ね、僕は上がっていくぞって。どうやったら上がるんだろう。どうやったら自分の成長を上げることができるんだろう。どうやったら逃げないで、ちゃんと向き合って自分を変えていく。 ね、この問題をチャレンジ、チャンスとして取り組んでいくんだろうって言って、で、ね、そのマインド持ってたら、もう80%はできるわけなのよ。ね、あとの残りの20%は、ね、Google で検索、具体的にこういうシチュエーションにあったら何をすればいいのかって。 ね、本屋さんに行って調べる、ね、日本語の本が何にないんだったら英語にして通訳してグーグルで調べてみるとか、ね、他にその壁に当たって成長した人に手紙を書いてみるとかその人のツイッターをフォローするとかわ、ね、かるそこに向かって考え方よし来るぞって絶対来るぞって答えは来るぞって、ね、答えが来るから今度それに合わせて自分が行動していって壁を登っていくっていうことだと思うんだよねでそれが一つの選択があるんだけどもう一つの選択は 無理だって思うことなんだよね。無理だって、例えば壁が出てきた、嵐が出てきた、やっべえ、問題だってなったときに、逃げることができるのよ。ね。あハワイに向かって飛んでんだけど、嵐が出てきた、やっべえ、もう無理だ、日本に戻るぞって。やっぱり僕はハワイにできないよねって。ハワイに住むことはできないよね、ハワイには行けないよねって。やっぱり僕には夢に思っている世界に向かうことはできないんだ。私にはできないんだ。 ね。そう思いがちになっちゃうと思わないかな。OK。Don't worry, man.We're gonna get this through together. 一緒に手をつないでさ、胸組んで、ね。これ、この問題、アップしてこうぜ。は r、あ、い。で、right.、<laughs> <laughs> チャレーな。なんだよ、今の。わかんない。OK。で、ここで、重要なポイントが2つあるのね。2つあるのよ。1つは、ね。恐怖っていうエネルギーの特徴を知ること。 ね、恐怖っていうエネルギーのシステムになってるわけよね。なんやねんなんやねん例えば水っていう存在はエネルギーは、ね、水っていうものは特徴があるわけなんですよ。ね、水は重力が軽いと重力として従って上から下に流れるるっていう特徴があるよね,ね水の特徴は何温めるとガスになって浮かんでいくっていう特徴があるよね。 で、また、それを冷やしていくと、ガスが水になってくる。で、これをもっともっと凍らせると、何が起こるそうなんですよ。固まるんですよ。氷になるんですよ。OK? そのような感じで、水っていうものには特徴がある。恐怖も実は特徴があるのね。で、僕たちはこうやって、光に向かって、夢に向かって行動を取っていく、生き方を選んでいくわけだから、ね、何が出てくるかっていうと、絶対壁が出てくると。で、壁が出てくるときに、 ね、ポジティブで取り組んでいくのかネガティブで受け取って逃げるのか問題だ直せないんだって受けるのかっていうねでこの恐怖っていう感情をこのシステムを恐怖のエネルギーを知ることによって僕たちはこのポジティブなチョイスをもっと楽に選べれるようになると僕は思うんですよ。で恐怖の特徴っていうのはこの2つのポイントがあるのね。1つははちちっちゃな恐怖は 自分をなんか増やしていくっていうか、広がっていくっていうか、増えていくのね。恐怖っていうのは増えていくんですよ。例えばちょっとしたね、ハワイに向かって飛んでいくぞーって言って、ちょっとした嵐で、ちょっとした壁に向かって、ちょっとした出来事で、本当は現実的にそれは全然大したことがない。全然冷静的に向き合って、ね、一晩なんかジャーナリングやったりとか、ちょっとネットでやり方を調べたりとか。 ね、そういうことをやっていったら全然全然何ちうのかなクリアできる問題なんだけどちょっとしたで聞くことがあってあ私無理かもって思って、ね、で今度別の理由が出てきてでもこれもできないし私無理だよねって言って他の理由がいっぱい出てきてちっちゃかった恐怖ちっちゃかった疑いっていうのがダウトが増えていくわけなんですよ。ね 石を湖に投げると、ワンワンワンってなんか増えていくじゃん。同じような感じ。ね、恐怖っていうのは人によって一人がこれでダメだと思ってたら、恐怖が周りの人たちがそれダメだと思い始めたり、ね、そうやって広がっていくのね。恐怖の特徴っていうのは、ちっちゃいところからスタートして、それが大きくなっていくっていう特徴がまず最初にあるよね。二つ目。二つ目は、恐怖っていうのは、ね、この視点が現実だよっていうわけよ。ね、この視点が現実で、 他の視点はないですよって言ってくるのね。例えば、私これできないよねって言ったら、そうだよ。それが現実なんだよ。ね、いや、でもこういうふうにやったら、でもあなたは無理なの。これしか現実が。不幸っていうのが現実なの。幸せになれないっていうのが現実なの。ね。恐怖っていうのは豊かになっちゃいけません。その現実しかないんですっていうことなのよ。ね。だから、ね。 これを理解できるようになると、これ恐怖じゃん、これ恐怖じゃん、これ恐怖じゃんって言えるようになってきて、でこれ恐怖じゃんって言えるようになったら、もう80%の戦いはもう勝ってるわけよ。ね、例えば、大学の受験、ね、ちゃんと努力しないと駄目だよって。本当に大学、ね、いい大学に入らないと悪いことが起こるんだよ。本当ですかって。本当だよ。本当だよ、ね。辛いことを仕事にしないといけないんですかって。本当だよ。それは本当だよ。ね。 あなたは、ね、恋愛相手を見つけることができないんですか本当だよって。あなたは好きなことを仕事にできないの本当だよって、ね。結構この不幸になるよっていうことなのよ。だから、その考え方の狙いが不幸になるよっていうことで、でちっちゃいことから増えていって、ね、これ以外の現実はないですよみたいな感じの、ね、そういう感覚を感じたら、ね、それ恐怖なんですよ。恐怖なんだよ。ねねで これ恐怖なんだっっって分かったらよっしゃこの恐怖っていうこの課題をクリアできるようになったら俺レベルアップできるよねってねドラクエのレベル10がレベル12になるわけなんですよこれボスなんですよであなたがレベル50とか99の勇者になるんだったらこのボスをやっつけないといけないわけよでこのボスから逃げると問題の特徴っていうのは大きくなるわけよ、ね、雑草もそうでしょ 自分のガー,ドにガーデンに雑草があったら、ね、最初は親指と人差し指でパッて抜けるんだけど、それ3年間ほっといたら、スコップ,、ね、コップとノコギリが必要なのよ。これ10年間ほっといたら、ね、あなたの癖、あなたがネガティブな癖とか恐怖の癖とか、私は無理だよね。そんなのできないよね。って本当にそれが本当だと思ってたら、自分の行動変わりますかって。変わりますよ。 だから、あなたがこういう浜に住みたいとか、富士山登りたいとか、そういう夢をやっていかないといけないのよ。で、そしたらこの問題が出てくるから、それが雑草だから、ね、ひょっとしたら、ね、怖い雑草だから、もう出てきた瞬間で逃げるってなるかもしれないんだけど、それ向き合って、で、それをどうやって成長するんだ、これ恐怖だなって思った瞬間80、80%の戦いが終わってるわけよ。と僕は思うのね。ね、本当に。僕はこれ本当だと思うんですよ。で、 ここで今本当にね、ちょっと8月のあの、 2021年の8月のフライトプログラムっていう僕のマンスリーのコースでお金について自分のお金の流れを作っていってお金を受け取っていくお金の流れっていうのはエネルギーだから自分が心から望んでいることに動きたいなやりたいなって言ったらそれを可能にしてくれるのがそのお金でもあると思うのね一つのエネルギーとしてでやりたいことをやっていくっていう時にそこにお金のブロックがあるわけよそんなの無理だよねこれやっても誰も認めてくれないよね絶対になれないよってやってる前にお兄さん止まってるって 動く前にお姉さんダメだと思ってるでしょ。だからまずそれ恐怖だって理解できるようになると OK。それ80%終わってるからじゃあどうや,どうやってクリアするのわかるまだ現実になってない、見えてない幸せな世界を信頼しないと。それが光の世界に生き方を選んでいく、光,光の世界に入っていくっていう最初のステップでしょで。そうするとできないよっていうのが出てくるから、それをどうやってクリアしていくのか。 自分の行動を止めていくブロック。で、今度、お金の流れが入ってくるときに、いやいや、私は結構ですとか言って、無料でやっちゃうとか、お金を受け取れないとか、自分のレベルと合わないお金、本当は1000円受け取った方がいい、本当は1万円受け取った方がいいんだけど、それを100円でやっちゃう、300円でやっちゃう、1万円のやつを3000円でやっちゃうと。そうすると、あなたのレベルとふさわしいエネルギーが戻ってこないから、それもある意味、自分に嘘をついてることなのよ。で、それで、ね、いやいや、こうやってやらないと嫌われるから、今度、そこと向き合わないときな、それ恐怖じゃん、80%終わりいっぱい、ぱー かかってこいやって、でこのかかってこいやってやってる時に無理だってなっちゃう時あるの、ね。無理だって、俺には無理だ。いや、俺、これ全部、全部理想の世界で、真実は絶対こうじゃないって。で、自分がこの恐怖の中、嵐の中に入っているんだけど、それを気づかないんだよね。 本当にこれ無理だって、このポジティブが1%もできない、光を照らすことができない、全部嵐の中の暗闇で、ね、雷とか鳴ってて、真っ暗で、どこに進んでるのか分からない、全部無理なんだ、そもそも飛行機自体が墜落して、まあ、私、ダメなんだって、なんもうまくいかんぞっていう時があるわけなんですよ。ね、そういう時に、僕のおすすめ、一つぜ,ぜひやってもらいたいのは、問題を直そうとしないこと。ね ハワイに向かってて、壁の中に、嵐の中に入っちゃって、ああ、私もハワイに行けないかも、もう無理かもってなった時に、じゃあどうやったらいけるんだろうって、もう嵐の方が強いから、今、嵐の中に入ってるって感じで何をやっていただきたいかっていうと、何をやっていただきたいかっていうと、嵐やって、今俺ら、ら俺ら暗闇の中にいるべって。 嵐をクリアにしようとしないで、問題を直そうとしないで、ね、何をやるかっていうと、自分のバイブレーションを0.1%から2%上げることをやっていただきたいのね。もう一回言うね。嵐に光を照らすんじゃなくて、どうやったらこの問題を治るかって言って、恐怖と戦うんじゃなくて論理で。ね、恐怖の方が強いから、そういう時は。何をやるかっていうと、例えば場所を去る0.1%。 ね。から2、2%自分の気分が良くなること。場所を去る。運動をする、運気を良く、運、運、運のな流れを良くしたいんだったら運動した方が絶対いいよ。運動しなかったら運動しないと、運動しようぜ、一緒に。な。な。そういう感じで。で何やったら気持ちないんだよ。ひょっとしたら YouTube ボーって見てたら1%、0.1%上げればいいんだよ、自分の感情から2%ね。0.1%から2%。ちょっとした運動。 ちょっとしたジャーナリング、その、とりあえずその問題をほっといて、ちょっと幸せになるようなことを実際にやってもらいたいのね。で、そうすると、ちょっと嵐のところから、ね、距離が置くから、あ、今俺、あれ、嵐の目に入ってたよな、みたいな、嵐の目は違うから、嵐の目は綺麗だもんね、その嵐の目に近いところ入ってたなって。 よしよしよしってやって、ちょっと問題から距離を置きながら、どうやって向かっていくのか、自分をまたポジティブステートに持っていくかっていうことをやっていく必要が僕はあると思うんだよね。そう思わない。だって現実を変えていくんだから、あなたは。現実変えてえよな。変えてこうぜ。もっと幸せに生きてこうぜ。もっと、ね、収入上げようぜって、そううのようにできないよって来るやろ。それ恐怖じゃんって。 なんでできないのなんであなただけ収入上げることができないの他の人はできるのに。何あんたなんか特別なもの持ってんの何なのそれ。なんか、えあなただけなんか不幸のお守りみたいなのがあって、あなただけうまくいかないの何それおかしくないそれ、その現実しかあれもない。それ恐怖だよって思わないあらまあ。あらまあ。気がついたらね。 ね、恐,恐怖のお守りばっかりばついてる不幸のお守りいっぱいあったこれ 1, 1個ずつ見て外していくんだよあなたのねそもそもあなたのナチュラルバイブレーションあなたの固有振動数っていうのこれちょっとサイエンスにあるの科学的に調べてみてあなたの固有振動数とこういう不幸のお守りみたいなこういう考えがついているこの固有振動数って違うわけよであなたがこういうふうに生きたいなってあなたが共鳴 あなたがレゼナンスを感じるところに動いていくと、絶対エネルギーだから変わっていくんですよ。変わっていくんですよ。あなただけ、ね、変わらないっていうルール違反はないのよ。あなたがそれを思ってるだけなのよ。あなたがその不幸のお守りみたいなのをくっつけて、私は絶対幸せになれないんです。よく考えてみる、なんであなただけ幸せになれないのなんであなただけ努力ずっと続けていって幸せになれないの変でしょ変なんですよいや。だってみんなそうだもんって。 みんなそう、本当に100%の人たちがそうなのそうだよ、そうだよ、海外の人は未来の人もそうなのはあ、ね、そういうことなんだよね。だから、今日の4ステップ、ね、現実を変えたいんだったら、幸せの世界があるっていう可能性をまず信じ始めないといけない。それが可能性としてもリアルにあるよなって。 僕だけ全員に不幸になるのっておかしいよねってそれって自分を守るために、ね、幸せになったら怒られるんでお金稼いでるとねあの人ダメなんだよって。 ね、幸せになろうとすると叩かれるよって、そういうなんか、マインド、そういうなんか考え方が社会的に残ってて、それが本当だって思って、で厳しいやり、やりたくないかもしれないけど、厳しいことで我慢して、努力努力して続けると、やっと幸せになれるんだっていう、そういう考え方が、事実ではない考え方かもなって言って、それに挑戦していって、この可能性っていうのを信じて行動を取っていく、それが自分が成田からハワイに向かっていく、別にロシアに行きたいんだったらロシアに行って、東京に行きたいんだったらね、別にハワイから東京に行ってもいいんだよ。ね ポイントは飛んでいくって、ゴールに向かって飛んでいくって。そうするとそれができないぞって。僕にはその飛行機っていうので、ね、その燃料も足りない。ね、嵐が出てくる。OK。それが壁なんだよって。それがあなたが乗り越えていくボスなんだよって。それができるから現れてるんだよって。アインシュタインが宇宙はフレンドリーなとこなんですかって。それがダイマーワンの質問だよって言ってたやろ言ってたらしいよね。僕、直接座ってないんだけど。 ね、宇宙がフレンドリーだったんだったらその壁が自分の成長を応援してくれるに決まってるじゃん、ね、鳥が飛んでく時にある程度飛んでったら、ね、今度壁に頼る風に頼るんだよ風が上がってくると自分が上がってくるような感じで問題をあなたを成長させてくれるんだっていうマインドを持つことあなたがもし未来に成功しているんだったらそういうマインドを持ってるでしょじゃあ今からそのマインドを身につけることってできるじゃん ね、逆にそのミャインを持たないと成功できないんだったら今,今からつけないとあなたも成功できないってことやろお、ね、っていうことは今からそれができるわけよ。でそれをやっていく時に恐怖が本当だって恐怖はちっちゃいところから大きく広がっていく恐怖はこの視点が本当だよこの現実しかないんだよこの不幸の現実しかないんだよ豊かっていうのはないんだよ宇宙はフレンドリーじゃないんだよ愛っていうのは偽物なんだよ幸せはないんだよっていうのがこの宇宙恐怖の特徴やろ その専門家にならないといけないとだってあなたはそれを信じないっていう世界を選ぶんだったらそっちの世界に光の方に行くんだったらそれをやらないといけないよねでそれをやってる時にたまに本当に嵐のど真ん中に入っちゃってああ、えー、もうどっち行くのか分かんねえよってなるときその時はその嵐を直そうとする問題を直そうとするんじゃなくてとりあえず一歩離れる。 とりあえず0.1%から2%自分のムードが良くなる、バイブレーションが高まるようなことにフォーカスする。ちょっと休むとか、運動するとか、ミニ旅行に行くとか、何でもいいのよ。そしたら、おーって、ちょっと自分のエネルギーの流れ、ポジティブが戻ってくるから、そして、またそうやって距離を置きながら問題。嵐と、ね、自分が飛んでって、ハワイに向かってんだけど、オッケー、そこ嵐だなって、そのまま直接なるんだって、ちょっと距離を取りながらやっていこうって。そういう感じなんだよ。ね、そうやって生きるとできるって思わない きるって思ったら、LIKE ボタンを押して、一緒に幸せになっていこうぜ。今、世界が僕たちが幸せになって、もっと幸せを届けて、幸せなビジネス、幸せな生き方、幸せな見本になっていくっていうのが必要な時代だから、ね、一緒に輝いて、この世、生きてる間輝いて、ね、あの飛んでる光みたいにさ、なんか流れ星みたいに生きていこうぜ。ね、桜の桜みたいに、ね、春の桜みたいに生きていこうぜ。Alright, I love you guys so much. で、 ぜひ、LIFE ボタンを押していただいてコメントとか受けると嬉しいですで。フライトプログラムとか、ね、いろんな無料のねこういうのを学びたいんだったら、僕のウェブサイトとかでいろんな無料のを提供していますので、まあ、あのぜひ、チェックアウトしていただければ幸いです。Thank you so much. Now see you next week.